コラボス、大阪五十山。パオ。ホップステップ、おはようございます。皆さん、時刻は8時2分になっております。今日はここじゃん、ホップステップ能勢さん前、阪急バスは森上バス停前にやってきております。阪急の山下駅から、とことこバスに揺られまして、今日はこちらやってまいりました。今日ここから大阪五十山、若干寝癖ついてるお山に、こう説明してもらいましょう。今から三草山に行って、で、そのもうちょっと北側にある高岳に行って、ここまで戻ってきたいと思います。ただし、ここに戻ってきてもバスの本数があそこですね、あそこ下りのバス、なんと少ないんで、もしかしたら山下駅まで10キロぐらいで、トンネルを通りたくないとか言ったら、下手すると15キロぐらいありそうな勢いです。12キロぐらいかな、12キロぐらいと言っております。走るかもわかんないです。果たして今日の午後にはどんな思いでここに戻ってきているのでしょうか。それでは今日も元気に行ってみよう、行ってみよう。ジェルルルルルルル。のせ三草山、コップ書いてるね、棚田不眠農園、合ってる、どっちでもいける、どれなんやろね、目指せ山、あっちの方へ、おお、あれかな、あれかな、あれちゃうちゃう、方角的にはこっちやで、おお、へえ、なんか低そうですけど大丈夫ですかね、低いよ、あ、低いの。でも564メートル、ああでも荒れちゃうもんな、やっぱ、妙見よりちょっと低いぐらいやな。はいはい、行ってみよう。はい、お、ちょっと気が楽になった感じしますね。あんぐらいなら登れそうな気がしてきました。そして夕焼けーぬ、これなんとね、新発売、今シーズン、なんとね、こうふわふわなんですよ、生地が。わかりますかね、この生地感で。ここ耳カバーをこうできて、でちょっとね、ここのね、伸びがね、伸びるようになってんねんけど、いつもの薄い生地より若干ずり上がってきやすいという難点はあるので、ちょっとこう引っ張りながらね、やってます。なんとリュウジさんのもお揃いの乳焼けんです。どうですか、使い心地は。あったかいね、あったかいね、分厚い。でここの、ここがね、しっかり形がなってるんで、空気、息がしやすい。私、夜景のこれしてるおかげで、日焼け止めを塗らなくって済むようになったんで、これすごい日焼け防止効果あるんですよ。なんでね、お肌の調子もなんか自分では良くなったような気がするし、まあ、夜景の様々ってところですかね。そうですか。化粧の時間と化粧道具のエコっていう感じ。隠しとるだけやから。やってもええねんぞ、化粧もって感じ。まあまあ。で、魔法の手袋も健在です。使い心地いいんですかね、これ。はい。はい、っていう感じで、向かいましょう。おう。時刻は8時15分。はい。橋を左に曲がりながら渡ります。これは何橋か。ひずめ橋。渡りました。公民館のとこですね。はい。
はい、公民館を過ぎてからは結構急やがなって感じの坂道が続いております。急やがなアスファルトです。顔めっちゃあったかいですこれ、うん、じでもこれいいこと言うな。楽しいことをやるのではなくやることを楽しむ。次元寺、画廊のあるお寺さんなんで、すごい立派やね。時間があったらゆっくり見に来てみたら、すごく味わい深い。すごい懐かしい感じするね。この辺なんかな、棚田百選。ああ。いや、もうちょっとなんか広大な風景なんちゃうかなって気するよな。あ、でも向こうの方、ほらほら。奥の方見たら。60分やって。60分。うん、ね。こっち行ってますよな。ほかほかすぎてちょっとやってられなくなりました。めっちゃあったかい。森の妖精、蝶の舞う、三草山。ジェフィルスの森。ジェフィルスの森やて。かっこいい名前やな、うん、ジェフィルスって何ですか。マジかよ。ちゃうね、蝶々の名前やって。卵を産み成長すんねんて、こうまっすぐ上がってきたんですが、ここでクランクするようにこっちに行きます、はい、やっと山道です。やっとですね。あと 1.1 キロ、へー、ジェフィスの森まで400メートル。これなんか楽しそうな道っぽいな、うん、ワクワク。はい、静かな森っていう雰囲気になってきました。段差はちょっと大きい丸太、ちょっとよろけてますね。大丈夫でしょうか。まだ蝶々の姿はありません。あーでも静かないい山だね。うん、そっちの方歩いてはった。こっちにもね、行ける道ありそうですよ。静か。はい、先ほどお伝えした大きい段差のある丸太の道がこっちで、ちょっと抜けたらこっちに歩きやすい道がありました。平行するように行ってますね。これがさっきの砂利道で並行してます。テープ。はい、こんなとこに出てきました。何時ですかね。8時42分。距離は3キロですね。バス停から40分ほど経過しております。はい、はい、違うわ。そうなんですね、ジェフィルスの森。どっちですか。おー、ぽいね。おー、なんか爽やかっぽいわ、うん、はい。へぇー、炭釜跡が所々に見られたりするそうです。うーん、やね。これ時間があったらね、春とかに来たらこんな蝶々いっぱい見れるんかね。へぇー、やね。ちょっとね、アクセスが不便なんですけど、じゃあ三草山に行ってみましょうかね。はい、ジェフィルスの森。名前からしてかっこいいよね。広々してるよ。
いや、いろんな山があるもんやね。五十山も捨てたもんじゃないよ。五十山たまにとんでもない目に遭うけどね。今日はまだ当たりやね。まだここはええけど、これから先や。この先ね。今日もどんな道迷いが待ってるんでしょうか。3人できることならバスに乗ってほしい、ね、道迷いありきやで。ありきです。ありき。むちゃくちゃよく整備された山道でね。ああ、そうやな。歩きやすいね。うん。ここはな。ん？ここはな。お、着いたぞ。あ、すごい。妙見山。1時間やね、ちょうど。おう、立派な山頂やで、これ。おー。私たち初めてなんですよ。うん、ここ来んの、すごいで、あれ。めっちゃすごいやん。おう。朝ごくて発見。山口さん、時刻はジャスト9時。はい、バス停から58分、距離は 3.8 キロ。はい、コラボス大阪53パフォーは第36だ。エクサメタッチやりました。はい、到着パフォーあ立派やな。立派や。すごいよこれ。すごいな。すごい。ちょっと大阪五十山の一年を争うぐらいのいい山じゃないんでしょうか、これ。有馬富士やって、あれ。ああ、めっちゃ富士山っぽいわ。三田の方やな、あれ。あれ、有馬富士。はいはいはい。めっちゃ見えるな。うん、天気もいいし。同じ反応するなよ。あっちもあれだよ。見たか。見た、1個だけ見た。2個あるわ。こんな立派やと思わんかった。うん、幸先よろしいな。いや、ここまで。ここから微妙やで、ルート。あ、いたたたやな。あ、こっちも綺麗やんか、うん。六甲山。あっち六甲山。断勾配。近く。千の方、あっちの方だから海の方やな。見ぬめ山とも言うんやって。へえ。もしもおるらしいぞ。へえ。まあええやって。あ、すごいね、光が差してめっちゃ綺麗やね、これ。うん、はい、9時11分。はい。出発。ちょっと休憩しました。いやー、このね、思いもかけずめっちゃいい山頂で驚いたね。うん、ここまではなってやね。うんうん、こっから波乱の旅の始まりです。山の神峠。登ってきたのはあっちなんですよね。うん、21分、距離は 4.5 キロ。はい、だいぶ下ってきましたね。はい、下り切った感じで、ここから登り返すんですよ。これが峠ちゃうの？まあ、いかにも峠っぽいよね。そこになんか書いてある。西の川峠かな、こちら。まあ、交通の要やった感じが。南明法輪芸協とか西の神。うんうん、あ、サイの神峠だね。うーん、はい、やりました、サイの神峠。便利。なんかまたちょっと味わいのある雰囲気の山になってきました。うん、なんかこの辺の山域はね、すごくよく整備されててね、うん、さっきの下りのところももう丸太がきっちりしてあってね。仕事してはんねんな。なんかもう我々のあれじゃないみたいなスムーズな出だしで逆に不安よね。
このままじゃ終われへん。終われへんやろな。あ、これや。この通り行きできませんって書いてある方の、うん、もう一個ミクソの先にまだ分かれてんの。あ、そう。ちゃう、うん、ちょっと待ってな。予選とね、その分岐まだ分からへんじゃん。あ、でも今のとこ乗ってるみたいですな。これ。これ取っとかなあかんのじゃん。取ってる？取ってる。おうおう、これは見渡すやな。何の案内もないんで。うん。こっからやで。おお、こっからやな。ここめっちゃテープ貼ってあるんで、これ登る方はここを見て。おお、こっからやな。いよいよやな。うん、見晴らしもよくって、うん、ここをね、しかもね、テクテク気持ちよく歩いてるんやろなって感じのうんこが、鹿のうんこがいっぱい落ちてました。こっちやね、方角は、うん、はい、やっぱり折り込み済みですから、迷いの道に来ました。お前、テープがありました。あ、テープついてるわ。あ、ついてんな。じゃあ登ってみます。ここまではテープのとこまで行ったら次のテープを確認してから歩を進めるっていうのが肝心な気がしました。どこへでも進めちゃうヤバい系のあれですね。テープ様々、相変わらずすごい勾配です。すごい岩です。お、はい、お、岩だらけやな。なんか大きな、ね、ちゃんと似た雰囲気やな。うん、わあ、すごい。なんかちょっと宇宙を感じる。ほんまや。おう、竜王さん、知らん、滝大山。え、うちら目指しとったのって高岳ちゃうかった。高岳やで、ここはちゃうで。ほらほら、あれ、おー、すごい、ほんま、ドライになってんだ、あれね。え、あの上に立っとったんかな。なんかプレートみたいになってるんだね。なんかな、うん、あれの上にさっきまで登ってた。ここもすごいで、ほんま岩のゲレンデって感じ。なあ、やっぱ剣飛山といい、ここら辺岩がすごいんだな。うん、長谷、いろんな山があるんや。507m。 なんか、なんとまあ、タチ。時刻はね、
10時2分10時3分になりました。距離は 6.4 キロ出発から2時間1分です。はい、いろんなピークがあるみたいですねこれ。うん、いけ。はい、あれでも、あ、そうか、前の方に山が見えてきました。うん、あれが次に目指す高岳かもしれません。いやもしれんな。うん、はい、牛の子峠10時28分、距離は 7.9 キロです。はい、ちょっと道を迷ってしまって、はい、そこ牛の子峠です。本来はこっちから降りてきたかったんですけども、なぜかこう来てしまったんですよ。どっかでふにゃふにゃってなってこう来たんだと思うんです。なんで本来行く道はこうなんで、来た道をちょっと戻ってみたいと思います。つまりこうですね。はい、牛の子峠からこう来てこっちに右に曲がって、これを急斜面を降りてきました。でこう来てここを左に飛ぶと、こんな感じですね。これ降りてえんかみたいな斜面やったけど、これ降りました。牛の子峠から中山峠に向かっております。水量が増えてきました。こんな感じになってます。リンちゃんはまりました。ああね。ねえ、もう大して珍しいことでもない。時刻は10時48分、はい、距離は 8.8 キロ、はい、ここは伊豆湖もうすぐ中山峠。はい、舗装路をちょっと歩いています。はい、中山峠に向かってます。はい、思いがけずいい派生の道やったね。おう、ちょっと一瞬牛の子峠付近でわけわからへんくなったけど、純吉さんはさっきイノシシと間違われて、それリュウちゃんやろ、打たれかけました。リュウちゃんちょっとクレーム言われてました。もうちょっと明るい色の服着てこいって言われました。二人揃ってね、なんかちょっとね、もうちょっと声出せ言われました。ほんでピーでいいですか言ったら、そらあかん言われました。それ鹿や。よく打たれるから。はい、車道に出てきました。以前に野瀬一周やったかな、なんかそんなんで。一周せんかったけどね。こっちからぐるっと来てこっちに行ったことがあります。距離は9キロです。はい、時刻は10時52分、はい、車道に出ました。中山峠です。はい、ここ中山峠っていうの。そこは中山峠。おー、イエーイ、うんうん、これ峠なんですかね。はい、でこっちが稲川町、こっちは野瀬町。はい、これこれ入るの。うん、へーこれかな、これやな。はい、高岳へ向かいます。はい、あれかな、ちゃうな、あんなあんな近ないやろ。はい、高岳まではパン食べてます。ちょっと林道歩きが続くみたいです。はい、全く予想だにしていませんでしたが、結構な雪です。まあ雨より良かったねっていう話ね。林道をずっと進んでましたが、ちょっと方角が違うようになったので、どこかで山に入っていかないといけなかったのです、うん、見落としてしまいました。うん、多分ね、あそこやなと思うところがあるね。一箇所な、うん、あったな。純吉がこのままでいいのかって聞かれましたが、いいと言いました。もういいのよ、そういうことでいちいちね、責めない。はい、この道を機嫌よく行ってたんですけど、引き返してきて、どうやらここを入っていかないといけないようです。めっちゃプンプンに寄ってたんですよ、これ方向に。そうやね、ちょっと怪しいかなと思ってんけどね。案内は何もありません。こっちは一般のルートじゃないのかな。ないのかな。うん、あれさっきうちら抜いたのとは別の人だよね。4人やったかな。うわすごい。あ、うわすごい。
方はどうやらオフロードバイクの、コースみたいですね、だいぶ削られてます。本来はこの真ん中が木道の階段やったのかもわかりません。山頂やと思いましたが、まだでした。あの先ですね。あら、あの鉄塔のとこか。これも鉄塔や。時刻は11時54分、はい、距離は 12.5 キロ。高だけじゃん、はい、到着しました、はい、ちょっとね、これね、コース選択をやっちゃったかなって感じのコースでしたね。こっから登ってきたんですけどね。こっちから登ってくるコースもね、そうやな、多分あの車道を我々右に取ったんですけど、うん、左に取ってこっちの側から登ってくる方が、あの、うん、歩行者よって感じの踏み跡ですね。こっちどうもね、バイクのね、うん、メッカらしいんですよ。もうすごい車輪の跡がついてて、はい、ああちょっとね、途中で3台ぐらいありましたけどね、はい、はい、無事登頂できました、はい、アットホームで休憩しようかな、はい、ちょっととりあえず写真、おお。すごいな、すごい、どれがどの山や。あっちの方が海やろな、こっちが六甲山の方やろな、うん、ちょっと山すごすぎてビビるな。お昼休憩はどこで来るか思ったんですね、はい、コップにこんな感じに味噌と青さのりを入れてきました。でここにお箸をしてくださいよ、はい、ちょっと入れたところに混ぜながらね、ちょっと入れてよくかき混ぜてすると、あの塊がね残らないんで、よく溶けたら言ってくださいよ。はい。でこうしもて、よし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 。で下からよくかき混ぜもて、これがおすすめの飲み方です。カップラーメンよりすぐ飲める。うん。美味しいやろ。美味しい。じゃあよかった。ちょっと濃い。ちょっと濃い？うん。濃かったらこれもうちょっと入れてね。いいんかい。疲れてる時はね、ちょっとね、うん、塩分多い方が美味しいからね、うん、っていうのがホッと一息。そのまんまね、鰹節と味噌だけ入れてきてもいいんやけど、ちょっと塩分で腐食したらあかんしね、こっちの方が安心ですね。具も入れれるし、おにぎり出ました。具のおすすめは青さもしくは切り干し大根とわかめとか、そういう乾物を入れてくると楽ちんです。あ、おいしい。で、おにぎりは鶏とか枝豆とかいっぱい入れました。炊き込みです。おいしいかい？うん。おいしいね。うん。はい、時刻は12時17分。お世話になったナイスビュー高岳にお別れを告げまして、大岩ルートで下山したいと思います、はい、まずは来た道を少しだけ戻ります。はい、はい、コラボス大阪五十山は第37座高岳立ち寄りました。危うく忘れるとこでした。高岳です。パフ。ほう、神戸市北区高岳、はい、でここから登ってきたんですよね、はい、どうするんでしょうか。降りる。これを降りる、はい、同じ道をちょっと降りる、はい、ちょっと無理かも。これ真ん中が多分階段状になってたのが外れたんやと思うんですよ。両側がバイクの三車の車両でえぐれていったんちゃうかなと。はい、今回は道がありすぎてどの道通っていいかわからない迷いになってます。
だんだんとわけわからなくなって、とりあえず突き進んだらどっかに行くやろということになってます。はい、いつものことです。時刻は12時54分、距離は 14.4 キロ。この斜面を降りてきて、ちょっと広いところにポコンと出てきました。右でいいんですかね、これですか。うん、なんだいぶ下ってきました。だいぶ下ったな、うん、こんなに登ったんかっていうぐらい下ったね、うん、ようやく日が差して、うん、麓の方に降りてきました。民家がありました、民家が、うん、ようやく下山したって感じがするねこれ、うん、3時57分、はい、朝来たホップステップ乗せに戻ってきました。はい、ここに1時間前に着けばバスがあったんですが、ちょっともう残念ながら1時間遅れてしまいましたので、はい、ここから道の駅に向かって歩きたいと思います。はい、今何キロ。今ですね 20.1 キロです。結構行きましたよ。はい、2時15分です。道の駅に到着しました。めっちゃ立派。来たことあるでな、これも。溺れるな、頭まで浸かる。はい、親子丼。どんどん。この味噌汁もさ、豆腐がちゃんとね、うん、手作りの感じの味噌汁ですね。美味しそうです。はい、じゃあ。ここね、メニューがどれも美味しそうでね、もう選ばれへんくってね、リュウちゃんの親子こっちか悩んでんねんっていうのに乗っかりました。この人ね、こういう決断力すごいからね、私ちょっとお腹が空きすぎて選ばれへんかったよ。もう具だくさん、もう具だくさんって言っております。そうね、これなんか木綿豆腐、さあこれのせ卵がね有名なんですよ。卵、このフィルター越しですいませんね。おお、ほかほかしてます。どうでしょう。あ、美味しそう、美味しい。あ、どうぞどうぞ。熱いので気をつけてください。はい、ありがとうございます。一番塩お好みでお願いします。はい、ボタン持ち、美味しそう。まずは炭酸マッチいってみたいと思います。うん、寿司です。手作り感満載。うん、なんと1個40円、めっちゃ大きいの。うん、醤油もね、つけてくれます。はい、2個双子やー、あー双子出ました。美味しい。めっちゃ美味しい。何でも飲むならいいもん。やったー。言ってたらほんまに良かったね。これ十分いいと。もう1個も行ってみましょうかね。だいぶ立派なんですよ。でもだいぶでかいで、これこれでっか、うん、でもこれはね、当たりやで。え、イブセーラーなんかなんかすごい立派やね。いや、よかった、こんなん40円ってすごいよ。ちょっと置いてみたいと思います。めっちゃ黄身濃い。有名な卵ってこの辺なんかあったやん、卵食べ放題のところ。あ、うわー、すごい、ちょっとテンション上がる。うん、高いのかな。うん、どう見ても美味しいね、これ。うん、
ツヤツヤ。おお、すごい。甘。めっちゃいる。親子丼はでかい。ねえ、テンション上がるよね。親子丼の卵いい。親子丼の卵いい。どんだけ卵好きやね。卵ま。卵。いやでもね、実際これすごいね、親子丼の卵でね、あ、うまうま、あーすごい。ダバダバ。こんな人おらんで。卵。普通こうよね。卵。さあどうでしょうか。すごいねこれ。まあでもプラス40円でこんだけテンション上がったらいいんじゃないでしょうか。うん、うん、甘いやろ、うん、これ醤油ね、そんな要素入れたらもう逆にもったいない気する。不粋。美味しい。な、美味しいよな、うん、ちょっと売ってたらスパック買って帰りたいと思います、うん、いいことある双子卵でした、うん、大成功。450円12個入り買ってもらいました、お土産に。やっほー。そしてまだ食べます。何かというと、チャラララララチョロロロロロロンプロロン。何でしょう。チョロロ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 。じいやあ、おいしそう。ほこほこ。焼き芋でした。いただきます。あ、幸せ。うん、おいしい。おいしい。焼き芋焼きって欲しいな、うん、ん、焼き芋焼きいないな。どうですか今日は。米の山がね、三木田山ね、うん、うん、あれね、本当に綺麗で風景風景ね、うん、いい山やったね、うん、二つ目がちょっとね、なんだろう、ちょっとコメントしづらい感じの、ちょっと斜面がだいぶね、うん、崩れてたんで、うん、気軽に登るにはちょっと登りにくい山かなっていう感じしましたね、うん、うちらが行ってない道がどんな道か分からへんけど、うん、まあ、そっちの方がええんちゃうかなという気はせんでもないね、うん、うん、で何にしても今日はね、卵の美味しさがやっぱりね、ひときわね、こう脳天に突き抜ける美味しさやったね。あれの印象が大きすぎるわ。これもだいぶ美味しいんやけどね。美味しいなこれ。うん、美味しいよ、うん、これ160円ってお得やな。 100g 100円です。うん、これ美味しい。ゆうちゃんどうだったんでしょう。よかったね。何がいいんや。卵。おっか、山の感想言えよ。ちょいちょい迷ったけど、まあまあ予定通りよね、うんうん、まあまあ分かりやすかった、うんうん、いう感じですかね。はい、じゃあねー。卵。またねー。またねー。 GoPro ビデオストップ。